あら、また数学のテストの成績が微妙だったの？あなたっていつも単位を落とすギリギリのところにいるわね。何カッコつけてるのよ。数学を毛嫌いする生徒は多いけど、私は好きなのよね。少なくとも国語、特に長文読解よりは理解しやすいわ。ふーん、その言い方だと長文読解が得意なように聞こえるけど。あなたの国語の成績知らないと思ってるの？ええ、リズムで手順を積み重ねていけば正解にたどり着けるんだもの。基礎の積み重ねでたどり着く平凡な剣と同じよ。できない人はすぐにそう言うの。本気を出せばすぐにできるようになるとかね。まるで本当の実力を隠しているような言い方よね。